ワンダフルレディオブース。ワンダフルレディオブース。この番組はワンダフルボイスのボーカルサンデー神でのいないところでバンドメンバーが自由にお話しするチャンネルです。本日のナビゲーターはサックスのミッキーとギターマーチのワンダフルとベースと団長名前がないけどまあいいや、はい、今日は2月の22日水曜日でございますが、はい、今日のテーマはね、今年のミーツ・ザ・レゲエ第1、第2、第3弾のお話が、はい、続々と出てますが、はい、そうですね、はい、ここまでのまとめで第3弾まで、はい、で言うと、まずスピナビル、うん、ほんでインフミアイ組合、うん、で、あのマイティジャムロックのお三方、うん、ジャムマッチ、それがマイティジャムロックジャムマッチ、ボクサーキットタトミーさん、はい、うん、と、第2弾でノーバディーノーズ、おーね、いいでしょう。懐かしい。もうね、全員心躍ってるから。最近あれですもんね、あのバズってるね。ザファーストテイクでやってましたもんね。うん、TikTok でもめっちゃ使われてるから。あ、そうなんですか。うん、で、ウェボさんっていう、まあこれはね、今から新しくどんどんあの売り出し中の。うん、で、ね、この間発表されたのがあのプシンさんと、チェホン。そうです。そうでしょ、パーティー、絶対パーティーする、うん、そうでしょ。で、まあしばらくちょっと置いてまたアーティストをさらに追加しようと思ってるんで、来てねー楽しいよ。そもそもいつや、5月の28、29、ちょっと待って、そこ大事めちゃくちゃ大事だと思う。そもそもミーツ・ザ・レゲエってなんすか。それはもう28、28、28、日曜日ですね。日曜日。日曜日。ね、最後の日曜日。それが僕が番長がやってるバグダッドっていうもう一個のバンドのイベントです。はい、服部緑地野外音楽堂でやってる。バグダッドカフェザトレンチだ。そう。来てね。楽しいぞ。何年やってんだ。ね、20はまだ行ってない。20行ってないけど、15は軽く超えてる。まあ、20行ってないですか。20行ってない、行ってない。2000年ぐらい。2000年はバンド結成や、うん、ミーツ・ザ・レゲエはその何年か後やから、だからそうね、けどなんかまあ今回ほんならじゃあ15周年記念ってことだね。結構はい、はい、でもバンドは20何年ぐらい、そうやな、23年、ね、うん、ラブソバーと一緒ぐらい、そうやな、ラブソバーと一緒かな、うん、やば、楽しいよ。いや楽しいですね、うん、晴れることを願いつつ、ね、今日もね、ちょうど良さそうですね、5月。そう、5月はね、結構晴れんねんな。9月、昔9月やってたんやけど、その時は大雨だらけで。あ、やってたね、えぐい。確かに。服部緑地って、円形劇場みたいになってんやけど、前に踊れる、結構広場みたいなのがあんねんけど、そこの広場が、くるぶしまで水使ってた。大雨だね。大雨。大雨。警報出てないからいっかみたいな。それ台風とかじゃなくてもう大雨、大雨が、いやー、第4弾第5弾も楽しみですね。ね、今回はなんかその、はい、なんかあるんですか。ある予定よ、うん、それはもう楽しい、わっと驚く、そう、今出てる人もすごいわっと驚く人たちばっかりですけど、うん、続報すごい展開するから、すごい動きが、いやでも何年か前のやっぱジギーの森重さんの時もやっぱすごいやばいね、すごい動きがすごい、ジギー行くんやってわっとなるよね。バースデーの千葉さんも、バースデーのね、千葉さんよかった、ね、バースデーってあれねんね、スラムダンクの曲やってんねんね、やってます、やってます、そうね、すごいね。すごい。え、スラムダンク見に行ったんですか。行ってないよ。なんで来られてんの。いやいや、昨日聞いて行った人が。おお、いやけど行ってみたいなって思うんだけど。確かに、俺映画一人で見るの嫌いやな。子供。え、映画一人で見れるタイプ。見れますよ。無理やろ。え、一人で見てどうすんの。一人で見て面白かった。よかったなーって思って帰っていくの。
でも家でも、いやーわー、例えば家でこう 見たりとかするときも別に一人じゃないですか。家でみんなだってあのね、さらっと見るやん。映画館でもさらっと見る。え？いやや。映画館では終わった後共有したいやん。喜びを。え、美味しい食事一人で食べれるタイプ？食べれますよ。うわー、ないわマスターと共有する。美味しい食事は、お店のマスターと共有するんで。え、それ美味しいですね。それカウンターじゃない、高いんだよ。できますよ、共有。そう。俺そんなん、ネットに共有してないじゃないですか。そういう人、いや。絶対しない。それあるやん、もう。しないけど。炎上系、だからそういうの、なんねん、今。俺はしないし、とか。別に一人でも満足できる。その面白さを共有したいって思ってやることになってんのよ。面白さのジャンルが全然違いすぎる。し、面白くないし、あれは。え、けどさ、実際昔おったよね、ああいうやつは。いました？え、どこ、友達にですか？うん。ペロペロする人？まあ、ペロペロはやってないけど、言うたらもうそういうノリのやつらっておるやん。まあ、その、言うたらどう、ノリみたいな。うん、SNS にない時代やから、やけど、SNS に上げられてたら炎上してるよね、みたいな。それはそうですね。うん、昔の方がひどいやつもあったんじゃないかなと思ったりしますね。確かにね。本当に、何の話や。ちょっと聞いたな。本当にわからない。まあそういう気持ちもミーツダレゲーに行ったらね。そうね。ミーツダレゲーのお客さんはみんなマナーいいからね。ハッピーですよね。ハッピー。もうゴミも全然散らかってないもんね、こうやって。もう、なんか長く文化を作ってきたら、うん。うん、そうそうそう。そういう場所でも、ね。だからみんな来やすいよ。初めての人にも優しいよ。うん、楽しいですよね。うん。バグダッと知らない人にも。そうね、ほんでまあ多分ボーカルも出るんちゃう、うちのあのまた DJ で、はあ、サンデーマン、サンデー、あれの時はサンデーマンで出てる。いや最近はサンデーかみたいな。あ、そうなんですね。いん時サンデーマンじゃない、うん、あの昔レコード投げてましたよね。投げてためっちゃ危ないな投げてた。このレコードもいらんから聞いてーっつって、このレコードかっこいいから聞いてーっつって、シュ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 って、バヒンって、バヒンってなるよね。結構しかも飛んでたんですよ。そうね。後ろの方のあの誰もいない席にカッ、絶対ないよなと。怖いよ。いいですね。今年も始まってますよ、皆さん。読書ラバダブで出るかもしれないってことですね。そう、出るかもしれないですよ。うん、なんかこう1年に1回のこのイベントどのタイミングで動き出すの？あ、もうけど終わった瞬間来年が、うん、だ去年のもう夏以降からちょっとこう夏にはね、もうミーティングは、まあ、5月やねんけど、あのミーティングは多分7月とかぐらいから、そっからぶつけてしだしてるもん、うん、しだして、ただね、あの夏アーティストもみんな浮かしてるから、夏にオファーしてもあんま答え返事くれへんねん。だから秋ぐらいになってからちゃんとオファーはしっかりするけど、決めたらどういう方向でいくかとか、どうしようかなみたいな、こうしてテーマで、ね、でまあ改編で、そうですよ、いろいろやってるんですよ。やれるといいですよね。もう一言やなお前。運営してないよ。運営はしてないよ。だから晴れるといいですよね。そうそうな。晴れたらいいね。そういう番組やったな、昔。晴れたらいいね。こんな感じじゃない？うん。え、いつの時期やの？まあ、またもう一回聞きたいなと思うんですよね。5月ぐらいよね。はいはい、あ、うん、5月ぐらいにまだお願いしますね。全部出ましたねって話と、はい。もうその時には僕はもう。もう頭パンパンなんで、ね、いっぱい対策しすぎて腕が上がらないとか言ってるかもしれない。そうですよ。528、528、皆さん来てください、はいはい。じゃあ今日はミツザレゲエの第一弾情報でございました。はい、はい、では今日はこの辺で終わりたいと思います。本日のナビゲーターはサックスミッキーとギターのアズムワンダフルと、はい、バンチョウです。また来週この場所でお会いしましょう。さよなら。